はい、マリリンさんどうもです。えー、かぶくん、そうだよね。えー、マスコミって略しちゃうけど、マスコミュニケーションだもんね。うん。カブくんの言バンとするところわかる気がする。今の日本は世界の国々の情報が一番入る。それもテレビ、YouTube、えー、新聞、雑誌、ほか、何でもクローズされていないし、うんあのそうそう、えー宗。宗教の自由もあるし、もちろん言動の自由もある。だからといって、カブくんテレビに何でもいい。 言っていいとは私は思っていないえ。マスコミに恩恵を受けているから、マスゴミの言葉を使ったことはないね。え聞くに耐えないコメントはこちらはスルーえできるけど、目に入ってしまうえ。この番組の主催者のカブ君だからえ逃げられない。多分ユ YouTuber の辛いところでもあるんだろうな。カブ君は毎日配信をしているから大変だよ。だけど、ここにコメントをしていると、一日の日課になっちゃって楽しみになっている。うん。 3、えー、泊4日の旅行中は、予、え、告、ー、をしてもらって、かぶくんテレビは夏休みでもよかったのかなって、なんて思ったよ。うん。多分休みを取ることも、えー、視聴者離れとかも頭によりいるのかな。えっ、ー、と、つて、うん、うん。無配信になるのは嫌だけど、えー、予告休みなら取ってほしいって私は思うよ。あの、実際ね、今回取ろうと思ったんですよ。さすがに今回の3泊4日の旅で、かぶくんテレビはちょっと休もうかなって思ってたんですけど、 あのちょっとコメント欄見て、あちょっと読もうかなと思ったんですよ。うん、で、ちょっと今,日今回はすべてのコメント読めないと思いますって言って始まったと思うんですけど、結局読んじゃったっていうおうちなんですよね、まあ、お家うちというか、まあうん、あの止まらない、やめられないっていう感じで読んでしまったんで、結局、あのね、旅中もあの、時々休憩中とかに読んでしまって、あのしまいましたからね。川のせらりとかを聞いて読めたんで とてもなんか充実してたんですよ。うん。だから結局、なんかあのー、ね、ちょっと今日は疲れてるから少しだけにしようかなと思って読み始めても、気づいたら全部読んじゃってることあるので、まあそこら辺は嬉しきどんまいっていう感じですかね。うん。ゆうのややさん、どうもです。かぶさん、モロッコの地震が大、あ、そうですね。確かに。え、えん、あ、そう。救助に行くのも、えー、場所が山岳、えー、地帯だから大変みたいです。地震、地震の 揺れは気象庁の震度6強に相当するそうですよ。うん、え72時間が経つので、早く救助されるといいですね、うんあのー。そうらしいですね、どうやら。震度6強に相当するんですね。うん、今回の地震というのは、本当にその入り組んだ山になっていて、まあ、ちょっとの土地とかも、ねえー、なんかばあ,のあまりこう強くないところで起きたらしいので、うん、かなり被害が大きくなっています。でこれについては あの、ちょっと、いろいろこう、あるわけなんですよ。また政治的なものが。うん。まあ、それも後でちょっと話せるなら話したいと思います。うん。日本でも伝わったかなうん。えー、さん、えー、9月13日は世界の法の日だそうです。えー、かさん、法律違反をしたことありますかえー、信号無視とか、右じゃなくて左歩、あ、左歩いたとかを入れたらありますね。うん。逆に今まで一度もしたことない人はいない気がしますね。 確かに。うん。法といえば、無断駐車をしていた車に、s ケアーの人が警告の紙をペタペタ貼りまくって、やりすぎたって話題になってましたよ。どっちもどっちな感じですね。なるほど。いやー、でもこれは、普段のストレスも溜まってるのかなっていう感じですかね。うん。あの、あの叩けばですね、歩こなんていくらでも出てくるので、おそらくちょっとした法律違反とかなんて、誰でもある気がするんですよね。 うん、あの右じゃなくて左歩いたっていうのがあるんですね。これって、え右じゃなくて左歩いたっていうのは、これって法律違反とかになるんですね。うん。あの、ちょっとこれ、暴露にするんですけど、小学校の先生が、ちっちゃい信号だったら、赤信号でも当たってもいいよって言ってましたねあの。警察がいなければ OK とか言ってました。信号は合図なんであの、大丈夫だったら当たっても OK って言ってましたね <laughs> あの。なんかそんなこと言ってて、なんか印象に残ってますね。うん でもなんか、有名人とかって、ちょっとした法律違反とかをした、したことによって、それでうわーってこう言われたりとかする可能性あるんで、ね。あの、有名じゃない人は、まあちょっとした赤信号とか渡ったって、特に、あ、なんかあいつ赤信号渡ってるだけで終わるんですけど、有名人であれば有名人であるほど、ちょっとしたことでも、 うんまあ、こうちょっとしたことが、ね、大きなことにつながることがあるんですが、えー、ことでも、ことで、えー、大きくあの干されたりするっていうことが十分可能性があるので、うんねはいうんえー、レモンみかんさん、どうもです。私は幽霊とか全く見ない体質ですが、実際に見えちゃう人もいるらしい。 うん。例えば、うちの主人の父は、普段は植物研究に没頭してるんですが、スピリチュアル能力もあったようでした。うん。岐阜が骨折で入院をしていた時に、主人と二人で病院にお見合いに行った際のこと。今、もう一人男が一緒に入ってきた。うん。と何回も言いました。ドキ。なぜか岐阜には見えないものが見えたらしい。浮気ではありませんよ。え、その人は私が仕事上で出会った人でした。おお なるほどうまく言葉で言い表すことのできない不思議なパートナーシップで深いところで魂がつながっていた。うんえー、もう、えー、その人は事故で亡くなりこのようにいません。ショックが大きかったです。うん、なぜ出会ったのか、なぜ行ってしまったのか、えー、心がめちゃくちゃな時期がありました。えー、自分の心に決着をつけるように、えー、な何月もかかり、えー、死の淵をさまよいました。 な、うんとか打つから、えー、10年かかって脱出。今も心の深いところにいますよ。いつかまた、えー、遠い未来にお会いできるのかな、えー、岐阜が見たのは彼でした、うんえー。その時は彼はまだ生きていて仕事を頑張っていましたが、カブ君夫婦でも AI でもない、友人でもビジネス関係でもない、こんな不思議な話もあるんです。思わぬところでトロしてしまい、長くなりました。うん そして、えー、羽生結弦さんに裏切られたとかではなくて、人がどうかとかではなくて、えー、最初は相手を責めたとしても、結局は自分の問題です、うん。そこにこだわり止まっていては、なかなか決着はつかない、先に進まないのものです、うん。日々は変化していきます。 自分の人生は自分の責任なんで、ご自分の心がどうかと向き合っていくしかないと思うんですね。さっぱりとした心になるといいですね。うん。でも、羽生結弦さんの愛性が始まっちゃえば、わーっとなると,なると思いますよ、僕も。それはね、自信があります。今回、あのなんかあの、もう羽生くんなんてもう見ない、もう嫌だとかって言ってる人もね、ショーが始まってから後悔しますよ。うん。それが見えてます。 それはなんかね、うわななんんだ見たかかったなんかねそういうね気がするんですよ、今回。なんか自信があるというかね。で、この方、やっぱり事故で亡くなってしまったということなんで、なかなか自信が亡くなったっていうことについても、あまりこう気づいていなかったっていう可能性もあるのかもしれませんね。今はね、もう成仏をしてしまった可能性はあるんですけども、そんな気もしますよ。うん ようんえー、ヨウさんよろしくお願いします。かぶくんおはようございます。猫さん、変わらず可愛いですね。カミラニグモ、昨のの北海道のようですね。うん。昨日の雨上がりに、ヤマガラという野鳥がゴ羽飛んできて、裏の餌場に集まりました。うんえー、この数は初めてで嬉しかったです。でそして今日は、モンキチョウがたくさん花の蜜を吸いに来ています。えー、赤とんぼも増え、季節の移り変わりを感じます。 でも暑い。夜中も暑い。体調を、えー、崩さないようにしないとね。どんな刑務所でも私は入りたくないな。うん。あの、今日もゆっくり過ごします。楽しい動画を、えー、ありがとうございます。あ、アリジオクの虫は薄バカゲロウではない。あ、すいません。それですね。ありがとうございます。薄バカゲロウです。うん。あの、薄バカゲロウがアリジオクでした。で、えっ、ー、と、河川の綺麗な川が幼虫が、えー、ヘビトンボですね。 確かに、うん。うかして短妙ですが、美しい羽の虫と、えき、ー、りが。うん。今日のラブです。背骨、うん。そう、薄ばかげろは確かそうで、ヘビトンボは、あのー、そうですね。そうなんです。えでもね、ヘビトンボもめちゃくちゃはかない人生なんですよ。うん。薄ばかげろでしたね、確かに。うん。はい。ね、あの、刑務所ね、ありましたね。うん。はい。えー、 さらかやさんおはようございます。今朝は晴れています。えー、本日9月13日は世界法の日です。うん。えー、予想最高気温は30度です。暑いですね。ずっと暑い。仙台でもこの時間、時期にも30度っていうのはかなり暑いんじゃないかなっていう気はするんですけど。うん。ね、世界法の日。さっきも刑務所の話ありましたけど。うん。はい。 えー、ラカヤさんも言っです。北朝鮮のキム・ジョンウン総書記とロシアのプーチン大統領がロシアのウラジオストックで首脳会談を開催する見込みとされていましたが、ウラジオストックではなくて、さらに足を延ばしてロシアのアムール州に向かったとの情報が入っています、えー。これね、本当なんですよ。アムール州にはボストチヌイ宇宙基地があり、 ここで首脳会談を実施する可能性があるようです。えー、ロシアにとっては、ウクライナ情勢の長期化によって、えー、武器確保が、えーき、き、き、ね、ちょっと待ってくださいね。喫緊ですね。喫緊、えー。うん。喫緊の課題となっているとされて、北朝鮮の、えー、に、えー、武器支援を要請しようとしている可能性が高いです。うん。また、北朝鮮にとって、ミサイル発射が、えー、失敗続きとなっていて、えー、それを打開するために、 えー、先,先端衛星技術、発、えー、射,射技術などを、えー、確保する足掛かりになる目的があります。うん、で、これに関連して、えー、アメリカのバイデン大統領は、もしこの会談において、えー武器供、武器供与が、行、え、為、ー、がなされた場合には、エドシアと北朝鮮に新たな経済制裁を科すことになると警告もしています。うん あのこれ日本では報道になっているかわかんないんですが、昨日の夜に、あのベルギーで速報の形で報道されました。で、えっとね、えー、っとなんだっけな、あのキム・ジョンウンがね、電車、列車に乗って、あのー、到着していたっていう、そういった映像が流れましたよ。うん。場所がどこだかよく分からなかったんですが、あの列車に乗って北朝鮮に入ったみたいですね、うん。なんか向こうではめちゃくちゃ大歓迎されたらしいですよ。 うん、あのー、ちょっとなんか色ん、いろいろと危ない気がします、これからどんどんと、うん、なんかね、欧州も下手に口を出せない状況になってるというか、まあ、びびってるって言ったら、アレースがやっぱ核を持ってますからね、そういう状況に入ってる感じがあります、なんか、非常に危険な状況だと思います、僕は。うんまあ、正直、煽りなして、本当に危険な感じになってる気がしますね。 うんえー、サラカエさん、スポーツの試合における応援の力は、目に見えない力が働くことがあるんで、競技にもよりますけれど、うん、結構重要な要素になる可能性があります。夏の甲子園決勝では、慶応義塾高校の応援団が相当多くの人数が、えー、甲子園に、えー、集結したとされていて、うんえー、仙台育英高校からすると、完全アウェイの状態で、えー、試合に挑むことになり、 空気感で不利な状況になった感じは歪めなかったです。その上、慶応義塾高校に関しては、春の甲子園で敗戦をしているため、どうしてもリベンジしたいという強い執念も感じられました。この二つの力が勝利につながったのではないかと思います。10月の鹿児島県、鹿児島国体では、両校からどのくらいの応援団が来るのかも気になるところですね。うん、応援って力になると思うんですよ。一方で応援ってプレッシャーになることもあるんで、 なかなか難しい部分でもあるんですけどもね。うん。まあでも諦めよう、諦めるそうになりそうな,なる時とか、ああなんか結構やばいかもっていう時の応援っていうのは結構力になりますね。うん。 えー、そしてベルギーはコロナ禍前から、えー、もともと試食オーナーなかったんですね、えー、つまみ食いが頻発しているのであればそれを防止するために徹底的な、えー、対策が必要不可欠じゃないかと思いますそして防犯,の、えー、防犯を警察や防犯カメラだけに頼るんではなくてスーパーで勤務するすべての全社員非正規雇用の方も含むが店内循環を強化するなどして、えー、見つけた場合は直ちに取り押さえて身柄を確保して速やかに警察に通報し出勤 要請をすべてすべきだと思いますこのくらい徹底して防犯対策をしなければ、今後もこのような事態を防ぐことは不可能だと思います。ベルギーでも日本と同じく、会計前の食品を、商品を無断で食べることは禁止となっているんですね。禁止と、禁止する法律があるならば、もっと厳しく徹底的に抜かりなく取り,締まりな、ま、取り締まらなければいいと感じてしまいますが、そうしようとしたいのは警察から、 事情聴取を受けたりするのが面倒だかからでしょうか、えー、日本でもそう感じる人も多いと思いますが、違法行為を見つけたら、えー、警察に、えー、通報するのが当たり前とされています。日本人は秩序や治安が乱されることを特にいながら国民性でもあるため、えー、その影響もあるかと思います。うんまあ、日本の場合はね、多分そうかと思うんですが、こちらはね、あのまずね、警察もね、あんま仕事をしたくないんですよ、うん。だからね、この程度で言っちゃうと、この程度で警察に言っても、 あの来ることはまずないですね、うん、あの逆に、あのすみません、この程度で電話したりくださいって言われて折り返される可能性は非常に高いんですよ。うん、あの万引きとかも、まあ、で来る可能性はあるんですが、それでさえ来なかったりとか、あのく自転車の,、ね、あの盗難とかでも、あんまりこう相手にされなかったり、職務裁判というのは普通にあるんですよね。さすが殺人事件とかだったら あの、来る可能性、あ、来るとは来るんですけど、まあ、あの、商品の無断で食べたりとかで、通報するっていう人は多分1%いるかいないかだと思いますね。あの、多分いないと思います。うん。それで、電話をしても、警察は、ああ、そうなんですか。うん、それでっていう感じで、 IT されないことが多分多かったりとかするんですよね。うん。で、店の人も見つけた、見つけてみたとしても、ああ、なんか食べてる人いるとか言って思うだけなんで、結構そういう文化なのかなっていう感じがしますね。うん。なんかね、僕個人的にはね、そういう文化、悪いんですけど、なんか悪くないなんかね、憎みないなって思ったりしますね。なんか、なんかわかりませんけど、うん。なんかいけないんだけど、なんかね、なんかわかりませんけど、 うん。なんかそこら辺のゆとりというかね。うん。ゆとりを感じるというか。うん。 まあでもね、ベルギーはテロとかがね、まあ、たまに、本当たまに起きるので、まあ、テロとかを、とかは結構やっぱこあの怖がってたりはするんですけど、まあ、この程度のちっちゃいことの方、ね、違法に関しては、うん、あまり気にしないですね。一方で、お金を取る、お金を稼ぐということに関しては結構あのシビアで、あのなななんですよ例えばえ、駐車違反、これは結構パトロールしてますね。 うん。駐車違反ってお金になるんですよ。正直言うと。で、今回のこの試食、あの試食というか無断で食べたりしても、あの、罰金とかもあるんだろうけど、そんなにお金になんないんですよ。うん。だからパトロールしませんし、一方で駐車違反とかって、あの、駐車違反なんかあるとお金になったりするんで、結構ね、あの、回ったりしてます、コントロールは。うん。なので、お金にならないことについては、あんまりこう、動かなかったりするっていうこともありますね。うん。 この辺もまた今度ね、お話ししたいと思います。はい。 そして、お天気観測お疲れ様でした。ベルギーの工事現場のシーンは何度見ても危ないと感じますが、ベルギー人にとってはこれが当たり前の光景となってるんですねえ。バリケードも一部にしか設置されておらず、不十分さが目立ちます。うん。初めてこのような光景を見りたときは、かぶさんもびっくりしませんでしたかラジオに関しては休憩時ならば日本でも流すことがありますが、え騒音にならないように音量に配慮していることが多いですね。 うん、日本では騒音に関する条例がえ制定されていることもあります。あまり音量を上げすぎると、それだけで条例違反になる可能性があるため、他、近隣住民からの苦情が相次ぐことにもなります。え今回は刑務所の跡町を、まあ、街歩きしたんですねえ。ブルージュは確か列車内から見,見えるところに、現在は刑務所がありますよね。カブさんの以前の動画で、列車内から撮影した思想にて紹介をされたと思います。うん で、跡地に関しては一部は、ね、戦えられていて、新しい建物になっていましたが、現在は何に使われているんでしょうか、うん。日本でも刑務所の跡地が観光地化したところがあり、北海道網走市,市にある旧網走刑務所もその一例です。うんえー、観光で網走に行った際、えー、刑務所の跡地にも行ってましたが、雰囲気に圧倒されました。えー、ここも観光地化されたエリアになるんでしょうか。あのここはねあの、誰もほとんど人がいなかったですね。うん、なので 観光地にはなってなかった気がします。で、今ね、多分普通に誰か住んでますね。普通のこう、一般の人が、あの、住んでる感じがありますね。うん。あばれしり刑務所って有名ですね、なんかね、確か。うん。はい。あの、工事現場については、あの、最初はね、びっくりしましたね。 うんあのー、高速道路とかでも、あんまバリケードとかやってないで、高維持があったりするんで、びっくりにねえ、出現したりする,するんで、結構危なかったりしますしね、うん、そこら辺はやっぱりびっくりするし、けあとね,ね、働いてる人がね、ベルギー人いないんですよ、うんあのー、ほとんどが、あのーまあ、アラブ系の方だったり、まあ、トルコ人だったりとか、あのーまあ、北アフリカ出身の方が結構多かったりしてですね、入ああった 現場で、ベルギー人って働かないないんですよ。うん。だから、ほとんどが、まあ、外国の方を雇ってる感じですね。うん。で、えー、まあ、あの、やっぱり、こう、外国の方からすると、賃金がいいので、えー、まあ、それで働いてるっていうのはあるかと思うんですが、それでもね、 あの、職務怠慢とか、まあ、仕事中辞めたとか言って休んだりっていうことはすごくあります。なので、予定の工事の終わる時間よりもですね、あの、本当に1年くらい過ぎることも全然あるんですよね。うん。で、それで文句を言ったところで、いやいや、じゃあお前がやれよってなって、あのー、誰なんで、結局、あの、働いてる人にあの結構尊厳があるんですよ。うん。まあ、あの、そういう感じです、結構。うん。 結構ね、でも最初はびっくりはするんですけど、なんかね、途中からこういうのも含めて、なんかね、憎みないっていうか、うん、働いてる人に対するそ尊厳というかのを感じるんで、なんかね、ぶっちゃけ悪くはないなっていう気もします。なんか、騒音とかもね、なんか、可愛く感じるというか、うん。結構みんな、周りがね、許容してる感じがあるんですよね。はい、うん。 えー、レモンミカンさん、よろしくお願いします。モロッコの地震が、死者が2862人になってしまいました。リビア東部デルナの洪水では、5300人が死亡、うん。これもすごいことになってます。5300人なんですね、もう、ゆくゆく名が6000人。え、これは今知りましたねあの。大雨で洪水になった話は知ってましたが、すごい人数になってますね。 二つのダムが決壊し、村ごとそっくり流されたみたいです。うん、で、病院は機能停止状態。で、トルコが航空機に救援物資を積んでいきました。イタリアも救援活動支援チームを送るそうです。リビアでは二つの政権が10年以上にわたって、 政権闘争を繰り広げているため、異常気象、災害などへの備えができていない、国領土拡張とか、権力闘争とか、戦争なんかやっている場合じゃない、対、う、応、ん、フレア増大です。日本海は日米中ロの潜水艦がうよよ、えっとね、過密状態だそうですよ。うん、北朝鮮はロシアに招待されて訪問をしていますが、北朝鮮国境に中国軍が配備されているのか。 うん、え韓国は日本がグループ A、通称ホワイト国に戻したら、早速半導体を中国に流しえ、そのことが発覚。アメリカは激怒。ほんまかいな。うん、そういえば G20 ではえ韓国は逆に静かだった。なるほど、うんえ。隣の4カ国は戦争をやりたい国や平和を見なす国ばかりで迷惑です。何をしているでしょうかいや、韓国は今ね、あの、黙ってた方がいいですね。なんかそんな気がします。なんか今ここで余計にこう、ね、 言うと、なんか、またこう、ぐちゃぐちゃになっちゃいますから、ここはね、あんまり口出せ,ない感じ出せない感じでしょうかね、そんな気がします、なんとなく。んなんか言ったら、自分が不利になる可能性もあるし、結構、土地的にもあのロシア、中国、北朝鮮に挟まれててですね、結構、位置的にもいろいろありますんで、なかなか声が出せない状態だと思うんですよね。日韓も協力したでいけないと思うんですけども。 まあ、そこの話は置いときまして、うん、で今回のこのモロッコのね、あリビアの、ね、大雨については、結構イタリアとかからも救援活動が行ってるんですね、うん。ところがですね、モロッコの地震に関しては、ベルギーやフランスとかが助けるって言ったのに、断ったんですよね、あのモロッコが。うん、それで今、ベルギー人怒ってます、うん。だったらみんなアラブ系も含めてみんな帰れって言ってて、 あのせっかくね、助けてあげようって思ったのに、それを拒否して、あのフランスえ、ベルギー、ドイツとか、スペインもかな、あのそういった西側の国が、あのお金を出した、出すっていうのは、そういった国からの援助はいりませんって言って、トルコだけだ、トルコだかな、トルコかアラブ首長国連邦だか忘れましたが、そっちの国の援助は受け付けたんですよ。うん、それで今、まあ、めちゃくちゃなんか揉めてます、政治界では。もう勝手にしろってなってますね、モロッコについてはね。でリビア東部は あの、そう、あの、イタリアが言ってるんですね。なるほど、うん、なるほどですね。 サラカヤさんどうもです。練習お疲れ様でした。最近かなり忙しかったと思うんで、久々になりましたね。気分転換も大事だと思うんで、たまには休むのもいいと思いますよ。焦らずに少しずつ調子を戻していければいいのではないでしょうか。スピンよりジャンプの方が調子いいですね。気分転換の効果が出ていると思います。怪我をしないように気をつけて頑張ってくださいね。我は海の子の振り付けは、そろそろ終盤へと差し掛かっている感じでしょうか。楽しみにしています。 うん、ちょっと忘れてる気がしますね。でもね、あの振り付けはいいとしても、体力がなくなっている可能性がめちゃくちゃあるんで、そこら辺が、休むと、つけが回ってくるんですよね、うん、ただジャンプはね。 あの感覚にな,る、ね、なってくるんで、スピンは練習やめると悪くなったんですが、ジャンプは逆によくなることがあるんですよ。うん、なぜか昨日も生茶に、ね、トリプルアクセルやってましたから、まあ、回転は足りないとは言っても、うん。なので、たまにジャンプはそういう感じで変な力が抜けてよかったりするんですよね。うんえー、マリニンさん、どうもです。えーカブ君えー、トトロの山でおり、えー、静岡市は まだまだ30度以上の気温が続いていて、もう2ヶ月半かな、これからも35度の日の予測もあるんです。うんえー、トトロの山のそばで家庭菜園をされている畑でもトマト、キュウリ、ナス、スイカ、エンドウ豆,エンドウあ豆でした。うん、やはり暑さに強いゴーヤーだけは無事に育ちました。うんえーうん そしてアブラゼミ、クマゼミの数も少なくて、いつもなら死骸が,がは足の踏み場もないくらいなのに、見かけたのも少なかった。うん、夕方になっても気温が下がらないから、やっと9月になってつくつく防止ニーニーゼミの鳴き声も聞こえたけど、え少なかったよ。 本当に数が少ない。うん。秋の磨くの柿や栗も、実る前に実が落下してしまった。すべてはあまりにひどい暑さが続いていて、雨、水不足で、植物も昆虫も人間もダメうん。それで思ったけど、ベルギーも突然、うん。夏が訪れたじゃない ?3 泊4日の道中の中で、小さい足がいっぱいゴロゴロと落ちていたよね。あれってやはり気候変動で落ちてしまったのかななんて思いながら見ていて、その可能性ありますね。 確かに。うん。だから、ベルギーの果物事情も良くないんじゃな、良くなかったんじゃないかなってえ、つまり不作ではと感じた。あ、でもその可能性もありますね。うん。あとね、アレジオクの幼虫からは薄葉かけ楼になるんじゃないアレジオクも猛毒があるんだよねえ。小さいから人間には大丈夫だけど、触んない、触んないにこうしたことはないね。え薄葉かけ楼は見た目にも美しく儚げな姿でえ。小さい頃からそっと見つめていたね。うん。あ、そうそう。 トトラの山で草むしりをしていたら私のズボンにスズメバチが歩いていた。ひげ、怖いですねえ。手袋をしていたから慌てて払ったけど、ちょっと怖かった。うん。で返し、されたらえ大変だよ。うん。いや、秋のね、まあ、9月はまだ、10月とかのスズメバチは危険ですからね。うん。まあ、あの、オスはね、刺さないんですけども、メスは刺しますからね。うん。はい。 あの、確かにね、果物のね、あの、スーパーとかでも果物がね、傷んでることが結構多いので、今年は不作だった、不作だった可能性があるんですよ。あの、ベルギーは特にスペインの方から輸,輸入が多いので、うん、スペイン今年結構もうすごく暑くてやばかったんで、果物が多分少ない可能性があります。確かに。うん。そういう感じですね。うん。 えー、マイク・バーティラさんどうもです。カブくん、こんにちは。あのスーパーはひょっとしてデレーズですかえベルギーのスーパーで試食コーナーを見たことはいつもないですし、うん、日本のスーパーだと万引き防止の私服の保安員がいます。いますね。確かに。ベルギーではそもそも、えー、そういう人を見かけたことはないですね。ベルギーは業務の分担化が進んでいて、進んで他人の業務にまで手を出さないのが常識です。うん、例えば、レジューしたらレジ打ちしかしません。いや、本当その通りなんですよ。汚れていていも想像 するの本当、そうとなんです,いやそう思いますね。あの、酒井さんなら我慢できないでしょうね。でも、トイレのおばちゃんは抜け目なく、バゲットそそううなんですよねトバゲッにハムとチーズを挟んだサンドイッチを食,べ食いながら、きっちりお金を取りますけどね。うん。小銭がなかったらお釣りがくれましたけどね。あの、マスコミって、え公罪総相反罰することがありますが、うん。 えっと、恐ろしいのは一致団結して、えー、無実の人を、えー、追い込むことがあるんですよね。イエリーが松本サリン事件ですね。うん。交際えー、高罪相仲間ですね。うん。交際相仲間することがあり、えー、被害者である人を犯人に決めつける報道で、えー、決めつけられた方が、うん。晒し者のようにされましたからね。うん。 手を打っていれば、街か地下でサリン事件も防げたんですけどね。なるほど。うん。え、世間の目はえんえ冤罪の方に集中してしまいましたからね。いくら化学薬品が自宅にあるかといって、通常の、えー、化学的知識があれば、化学兵器でもある猛毒のサリンなんか勝手につけないように思わなかったのかな。うん。いや、ね、この時はなんかまさかっていう風うに思ったんでしょうかね。ちょっとよくわかりませんけどもね。うん。 報道によって、なんか、あの、事件がさらに悪化するっていうことは十分あります例えば、あの、誘拐事件なんかで、身の代金の,の要求なんかでは、えー、マスコミが報道をしたことによって、えー、事件が悪化したっていうケースが昔あったと思います。うん。あの、報道をしなければ、もしかしたら助かってた可能性もあった事件だったんですが、マスコミが報道してしまったことによって、あの、殺害をしてしまったっていうのがあった気がしますね。確か。うん。 でねスーパーについては本当その通りで、他の仕事はしないんですよね。だからスーパーとかでも、あのレジがいっぱい空いてて、人がいっぱいいてもですねあの働かないんですよ。うん。あそこにね、人がいっぱいいてもね、レジがいっぱいあるから、あそこでレジ打ちゃってって言ってもね、誰もしませんね。日本では、レジがいっぱい人がいるとき、レジが空いてるっていうことはないんですけども、こっちでは普通にあるんで。 結構まあ,あの、そういった作業の分担か、より余計な仕事はしないっていうのは徹底的な感じがします。で、それ,それについて、文句言ってる人っていうのはいませんね。うん。これは、あの、えー、テストの、えーとえー、チケット買うときなんかも同じですね。あのチケットのと買うときにも、えー、いっぱい人がいるのに、 あの空いてるあの窓口っていうのは結構あるんですよ。うん。人がいない窓口ね。だからそういったこともまあ普通にあるので。うん。でもね、トイレのおばちゃんは抜け目なくね、お金取りますよ、ちゃんと。きっちり取ります、本当に。うん。お金には結構シビアだなっていうところはありますね。あの、請求書もきっちりいきますからね。うん。はい。えー、マリーンさん、どうもです。ブ君、政治のことね。え、世界日本国内から、 えー、世界では、えー、G20 でインド、インディアの国の、えー、国際表記がバ,ラバーラトに変わった。もともとヒンドゥー語では、えー、バーラトで200年のイギリス領の時がインド、インディアだったから、えー、戻したようなんだけど、インドはヒンドゥー教徒が79.8%で、あとはイスラム教徒で、イスラム教徒への弾圧もさらに増やした、増したろうとの、えー、懸念や経済力をつけた。 うん、インドがイギリス領からの国際表記を変えて、えー、元よりのバ,バラーラトにしたとも見られている。うん、なるほど。で、G7 からイタリアが脱退表明、え、本当ですか。え日本国内、岸田首相が新内閣を発表した。ときは、女性議員を5人が入閣した。この5人の中で上川が、上川陽子議員が外務大臣になったということですね。 うん、で上川さんは静岡市出身で、70歳で私と同い年で、えー、7月から、7月の新、えー、静岡市長の顔合わせで、えー、自治会役員で出席していた私が、えー、昔から上川さんの大ファンで、ツーショット写真を撮り嬉しかったよ。うん、なるほど。ツーショット写真。そうですね。で、彼女の略歴は、えー、私立静岡双葉高校卒業から東京大学、ハーバード大学。 え三菱経済え経研究とシンクタンク、え経済処理、政治家になってからえ法務大臣になり、本当にオウムの朝柄以下7人の刑事を処刑に結行した、うんえ。外務大臣としての活躍の検討に乗っています。私としてはずっと日本の初めてのえ女性首相になられることを心密かに思っているということですね、うん。この方は結構決算力がありそうですね。なんかね。うん えー、マイク・バーティラさんも一頭です。うん。えー、カブ君、こんにちは。道路工事中の、えー、沿線住民者も、えー、出しないんじゃないかな。うん。えー、娘はどこ、どこじゃないけれども、えー、建設関係なんで、えー、工場を始める前には、まず近隣住民への挨拶回りだそうです。あの、無造作な公共を見ると、えー、娘は羨ましいであるだろうな。 うん、日本なら代わりの駐車場を確保する必要があり、それも仕事の一つだそうです。うん。おっ、ベルギー人、傘さしてる。あそう、傘をさしてましたね。昨日はね、やっぱブルージュということで、結構ね、他の国からも来てましたね。うん。だからまあ,あの、でも昨日結構雨が急に降ってましたが、うん。雷はね、なんなかったんですよ、結局ね。うん。あの、日本だったら、えー、挨拶回りするんですけども、こっちで挨拶回りっていうのはね、 ほとんどしませんね。例外はあるんですけどもね。うん。あの、工事始まる前に、始まりますよっていうことはね、あの、あったんですけども、あの、うん。さすがにね、うん。だけどまあ、あの、あんまり、その、工事やってる人は優先になっちゃうので、あんまりこう、周りに引を使うっていうことはね、ないですね。 うん。で、それについて、クレームを言うっていうこともなくて、むしろ街をきれいにしてるっていうことに対する感謝の気持ちがね、大きいのかなっていう、そういった感じがね、します、やっぱり。うん。まあ、今日も朝からすごいな、あのね、えーな、な、な、あの、工事の音が鳴ってますけども、うん。 はい、えー、ようさんどうもです。えー、かぶくんどんまい。うん。私から見たらいけてるけど、自分が納得したいとね、えー、アスリート魂が OK 出せないのね。うん。わかります。これは陸上フィギュアですね。えー、スポーツとは、先ほど成長を繰り返しますね。まだ成長期のかぶくん、頑張ってくださいね。えー、えー、おー、せばねえ。うん。あのね、やっぱそうなんですよね。やっぱりね、うん。そんな感じかな。うん。 ゆうなやあさん、よろしくお願いします。かむさん、お散歩いいですね。うん。えー、真、ま、下見が、やっぱり嫌いで、踊り話みたいですね。えー、馬車がいいですね。えー、刑務所だったところもおしゃれな感じですね。白鳥もいるんですね。えー、雲もいましたね。えー、かむさん、雨に降られちゃいましたね。えー、雷は鳴りましたか あと、あの、ミシンみたいなのは、ミシンですか鶴の恩返しみたいですね。うん。あれはなんかね、あの、織物だみたいな感じでしたね。あの、昔の,の、昔ながらの、なんかマフラーをね、編んでました。うん。あの、これから寒くなりますんで、マフラーをあ編んでる感じがね、ありましたよ。うん。 そして、カブさん、演習お疲れ様ですね。陸上フィリア、久しぶりですね。うん。やっぱり間が空くと変わりますかえ、今日もタッピーがいますね。トリプルアクセルぼちぼち頑張ってくださいね。もう全然変わっちゃいますね。本当にね、感覚が違くて、筋肉がない感じがね、すごいしますよ。うん。カブさん、え、今週末は、日本は3連休になっています。 え3連休の間も暑いみたいですよ。うん。でも、3連休が終わった頃、えー、やっと朝の出口が見え,てそ見えそうな感じらしいですよ。嬉しいです。早く涼しいって言いたいですね。うん。いや暑い、すごいずっと暑い感じになってますね、うん。秋雨前線はどこになるんだろう、今。うん。ただ、洋さんが話してましたが、北海道はね、秋の空気入ってきたっていうことは、オホーツかい高気圧は一応あるのかな。うん。